憂いもなく、作品271は、ヨーゼフ・シュトラウスが作曲したポルカシュネル。演奏時間はおよそ2分。パブルフスク駅でのコンサートを題材とした、会八1869年の夏、ヨーゼフは、兄のヨハン・シュトラウス2世と共にパブルフスクに赴き、駅舎でのコンサートを交代で指揮した。兄ヨハン二世は百六十九年の、ロシア訪問を最後にして、 パブルフスクのコンサートの式をヨーゼフに完全に引き継がせたいと考えていた。しかし、当のヨーゼフはこの頃体調が優れなかった。9月10日、ヨーゼフはウィンに残してきた妻カロリーネへの手紙の中で次のように嘆いている。同時期、ヨーゼフはさらにこう述べている。疲れ切った心で僕はポルカ2曲を適当に作ったと。 適当に作ったというポルカ2曲がどれに該当するかは分かっていないが、このポルカ、憂えもなくは1869年9月22日にパブロフスクで初演されたものであり、妻に手紙を当てた時期と一致する。ややノイローゼ気味になっていたヨーゼフは、希望を込めてこの憂えもなくという楽天的な題名で曲を作ったのだと考えられている。題名だけではなくその内容も、 楽天的なものであり、演奏途中の中間部とコーダの部分で、楽団員の、あッはッは、という笑い声が入る演出が盛り込まれた陽気な曲となっている。ウィーンフィルニューイヤーコンサートへの登場歴、AB ケンプ P126。ありがとうございます。